こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。世界の潜水艦事情をちょっと見ていこう。気になるのは日本の双流型潜水艦だが、通常動力型潜水艦ではどれほどの性能で原子力潜水艦に匹敵するのかも合わせて見ていきたい。ではランキングを発表する。もう第10位コリンズ級オーストラリア、第9位ソン・ゲンイチ級韓国、第8位ゴトランド級スウェーデン、第7位スム級原子力潜水艦中国、第6位アスチュート級原子力潜水艦イギリス、第5位 212A 型潜水艦ドイツ、第4位ルトリオンファン級原子力潜水艦フランス、第3位双流型日本、第2位ボレイ級原子力潜水艦ロシア、第1位オハイオ級原子力潜水艦アメリカという結果になっている。参考にしているもので紹介しているが、私の考えも似てはいる。やっぱり通常動力型潜水艦では原子力潜水艦にはかなわないな。しかし防衛力で考えれば世界一と考えるのは自分だけだろうか。気になるのはむしろ毒だろう。世界でもトップだったあの頃と今では毒はどこへ。ではその毒を見ながら世界の潜水艦事情を話していこう。第一次世界大戦は1914年に始まり、1918年まで続いた文字通りに世界で最初の大戦争だったが、その規模と投入された兵器の発展からそれまでとは比較にならないほどの犠牲者を出すこととなった。この大戦争で実用化された兵器は多いが、空の航空機、陸の戦車と並んで海の新戦力として注目されたのがドイツ海軍が運用した U ボート、つまりは潜水艦だということができるだろう。 U ボートは世界首位の艦艇を要するイギリス海軍に対して、それに続く2位とは言うものの、主力艦の戦力に劣るドイツが正攻法の回避手段として繰り出した苦肉の策とでも言うべき存在だった。しかしその無制限作戦と銘打たれた潜水艦の攻撃はイギリスに向かう全ての艦艇に脅威を与え、輸送船を沈めることで物資の供給を困難にすると同時に、はるかかに巨大な戦艦をも撃沈するなど戦果を上げた。この時代から次の第二次世界大戦にかけて、各国海軍ではこうした潜水艦の有用性が認識され、現在まで続く攻撃型潜水艦として主に敵の艦艇を魚雷によって攻撃する兵器として用いられている。これらの攻撃型潜水艦は現在の海上自衛隊でも基本となっている。ディーゼル機関と蓄電池を併用する推進方式を採用してきたが、第二次世界大戦後には
機関に原子力推進を用いる艦艇も実用化された。加えて、敵艦艇への攻撃を主任務とする攻撃型潜水艦とは別に、敵国に核攻撃を加えるための戦略型潜水艦もアメリカやイギリス、ロシアなどで建造され、今では中国なども保有する兵器となっている。こうした発展を経ながら、機関部によって通常動力型と原子力推進型、またその用途によって攻撃型と戦略型に分類されることになった。潜水艦だが、特に戦略型は、その大きさゆえに現在は原子力推進が主流となっている。一部には韓国のトサンアンチャン補給潜水艦のように、排水量4000トンクラスの攻撃型でありながら、戦略型の特徴でもある垂直発射艦を装備した艦もあるが、実用性には疑問符もつくようだ。各国で様々な形式の艦艇が就役している潜水艦ではあるが、その脅威度については用途ごとに様々な解釈がなされているのが現状であり、大きく攻撃型と戦略型に大別してみていきたいと思う。まず戦略型であるが、この分野で頂点に立つのはアメリカが保有するオハイオ級原子力潜水艦と言えそうで、同艦は1981年から配備されている。西側諸国中で最大規模の排水量を誇る巨艦だ。オハイオ級原子力潜水艦は水中排水量が 18,750 トン、全長が 170.67 メートル、全幅が 12.8 メートルにも及び、核弾頭を含むミサイルが搭載可能な垂直発射艦を24機も備え、最大11,000キロもの射程を持つ。このオハイオ級原子力潜水艦に匹敵するのが、ロシアではボレイ級原子力潜水艦であり、水中排水量が 24,000 トン、全長が170メートル、全幅が 13.5 メートルの大きさに垂直発射艦を16機備えている。これらオハイオ級原子力潜水艦やボレイ級原子力潜水艦の大きさは、その排水量からもうかがえる。その大きさは現在大型艦が少なくなった。水上戦闘艦であれば巡洋艦を超過するほどの規模といえる。アメリカはオハイオ級原子力潜水艦を合計で18隻保有しており、ロシアはボレイ級原子力潜水艦を合計で3隻就役させており、かつあと5隻は建造する計画だと報じられている。これら大型の戦略級原子力潜水艦は、相手国に核兵器を含む弾道ミサイルで攻撃する存在だが、弾道ミサイル自体の射程距離の長さから判断して、自国沿岸部からでもその任務を遂行可能だろう。そのため、自身が攻撃を被るような敵地に接近することは少ないと考えられ、おのおのが自国近海の完全に制海権を掌握している。海域において先行し、来る有事に備えているものとみられている。
翻って攻撃型潜水艦はどうかといえば、この分野でもアメリカが配備するシーウルフ級が冷戦末期となる。1980年代後半に建造され、あらゆる面で旧ソ連の攻撃型潜水艦を凌駕する性能を持つとされている。シーウルフ級は水中排水量9150トン。全長が 107.6 メートル、全幅が 12.2 メートルと大型にもかかわらず、水中速力35ノット、最大深度600メートル以上と驚異的なスペックを実現している。兵装も大型の 660mm の魚雷発射艦を8門装備し、52基分となる各種魚雷類を搭載可能であり、あまりの高性能さから建造コストも莫大で、一隻約2000億円を超えており、冷戦の終了で予定の29隻が3隻の建造に止まった。シーウルフ級の高性能さは現在でもオーバースペックだとされており、新型の攻撃型潜水艦であるバージニア級でもその大きさ、性能とも低減させることでコストダウンが図られている。海上自衛隊の総流型も通常動力型潜水艦では最大クラスの大きさを誇り、また11番艦の欧流からはリチウム電池を世界で初めて搭載するなど、損機軸が盛り込まれている。